なりたいチャンネルです。チャンネル内の自然音、その他の朗読もよろしくお願いします。新しい物語のスタートです。異世界のんびり農家15、冬の準備と新しい住人、朗読を始めます。異世界のんびり農家冬の準備と新しい住人。冬の可能性を完全に失念していた。農業をするとか言ってるのにあるまじき失態。言い訳はしたくないが、するとしたら常識外の速度で育つ作物にまるで季節感のない森。天候も活動ができないレベルで雨が降ったのはこれまでで3日だけで、あとは明け方にパラパラと降るような感じだった。まあ完全に俺のうっかりだ。俺一人なら何とでもなるだろうが、黒たちのことを考えると食料確保も励みたい。肉を貯蔵するために冷蔵庫代わりに地下室を作る。地下なだけでそれなりに冷える。もっと早く作ればよかった。そして黒たちと共にウサギを狩る。狙うとなかなか遭遇しないものだ。俺は1匹も狩れなかったが、黒たちはいい感じで買って戻ってくるので、俺は血抜きと内臓処理をメインでやることにした。血抜き、獲物をしめた後血を抜く作業。血を抜いておくと肉の血生臭さが減るのだ。血抜きを思い出して実行した後で食べたウサギの肉はイノシシの肉並みに美味しかった。なのでできる限り血抜きをするようにしている。内臓はいろいろと怖いので食べずに捨てる。黒たちが「え、そこを捨てるの?」といった感じの顔で見るが、内臓は腐りやすいし、ぶっちゃけると俺が食べるためには処理をしっかりしないといけない。だって場所によっては糞が入っていたり胃液にまみれてたりするわけで、妖怪仕掛けている大きな虫や不思議な色のカエルを見た後だと手間をかけて食べようという気にならない。前の世界の焼肉の時のホルモンは、あれは完全に草食動物の出汁。肉食や雑食動物の内臓は無理しない方が良いだろう。ああ、でも黒たちにとっては貴重な栄養源なのかな。野生の動物が内臓を避けて食べるとか聞かないし、むしろ内臓を真っ先に食べるよな。前の世界の知識を動員し、消化器系以外は残し黒たち用にする。この心臓近くにある石みたいなやつはどうしよう。胆石みたいなものか。でもウサギだけでなくイノシシにもあったよな。この世界の動物共通。こんなの食べないか。一応黒たちの前に置いてみたら、喜んだ感じでボリボリと砕いて食べてた。うまいのかな。ともかく内臓系は黒たち専用。当日分だけ、翌日持ち越しはなし。そういえば黒1、黒2、黒3、黒4は黒やユキに比べれば一回り小さいが、もう立派な成犬だと思う。額から生えているナイフのような角も中心がうっすらと赤く輝いている。ともあれ、肉の確保は黒たちに任せ、俺はそのサポートに集中しようと思ったら、黒たちは大きなイノシシを俺の方に誘導してきた。俺に狩れということだろうか。頼りにされているのか、何も狩れない俺に手柄を譲ってくれたのか。何にせよ畑に侵入させるわけにはいかないので、くわで首を刈っておいた。そしてそのまま血抜きと内臓処理。俺一人ならこれだけの量で冬越えは十分だが、黒たちが想像以上に食べるからな。イノシシをもう数頭欲しいところだ。草も集める。尻拭き用は当然として、大事なのはベッド代わりにしている草だ。冬で寒くなることを考えたら多くキープしたい。実績的にベッドにした草は10日ほどでボロボロになるのだが、尻拭き用は置いているだけだったからか長く青々としたままだった。保管さえしっかりすれば持つのだろう。大変なのは買ってまとめて運ぶことだな。黒たちに運んでもらうことを実験してみたが、黒たちの体に結び一緒に移動した後、黒たちの体から下ろすのを俺一人でやることを考えれば、俺一人で行動した方が正解だった。黒たちには狩りを頑張ってもらいたい。あとは衣服、黒たちは自前の毛皮があるから良いとして、俺は村人のような上下だけだ。冬を越す格好じゃない。そこで目をつけたのが、ウサギとイノシシの毛皮。剥いでみたけど、この後はどうすればいいんだ？ナメスらしいが、それってどうやるんだ？昔読んだサバイバルの漫画だと、噛んで柔らかくしたらしいが、ムー。TV で見たやつだと、じっくりと洗った後、毛皮に残っている脂肪を何かで溶かし、乾燥させて伸ばすとかやってたが、ウサギの毛皮で実験。4匹分ぐらいダメにしたところで諦めた。無理。素人が何もないところから毛皮を利用しようとするなんて無理。冬の間は完全に冬眠するつもりで家にこもろう。家にしている小屋に手を入れ、防寒対策をする。明かり取り窓に開閉式の窓というか明かり取り窓と同じ大きさの蓋を用意し、はめ込むことにした。壁の板を二重にし、その二重の板の間に草を入れて風対策。扉はこれまで適当なサイズの板を立てかけるだけだったが、頑張って普通の扉を設置した。難点は蝶番部分。金属部品や釘などないのですっぱり諦め、扉と柱の方をダイレクトに加工して蝶番にした。耐久性に問題があるかもしれないが、冬の間ぐらいは持つだろう。扉の設置で小屋が一気に家に見える。うん、文明。家の防寒対策はこんなものか。どうしても移動しなければならない時は万能農具に頼らせてもらおう。トイレの時どうしよう。トイレにも防寒対策をした。いろいろと作業している時、仮に出ていたクロヨンが俺を呼びに来た。またイノシシかな。そう思ってクロヨンを追いかけると、場所は建設中の水路付近だった。水路が壊れたのか、少し不安に思いながら進むと黒さんが待っていた。黒さんの近くに遠目から見てもわかる黒くて平たい物体があった。黒い座布団と思ったら大きな雲だった。でかい。体が2畳ぐらいの正方形。座布団ではなく四角い布団だな。8本の足が左右に同じぐらい。頑張ると左右に6畳ぐらいの大きさの雲だ。雲の種類には詳しくないけど、足はそれほど長くない。特徴的なのは体だけでなく足も毛で覆われていることだ。雲は黒さんの前でおとなしくしている。これは俺にどうしろということだろうか。イノシシの時のように彼ということではなさそうだが、俺を連れてきたクロヨンは退任を果たしたと少し満足そうだ。俺が少し困っていると、黒さんが雲に向かって声をかけるように吠えた。雲はそれを合図に自分の尻から糸を吐き出し、前足で器用にいじくり始める。なんだ。5分ぐらいで雲は自分の糸でキラキラした布を織った。布のサイズは50センチ四方。ハンカチ。それを4つに折って黒さんの前に置くと、黒さんがそれをくわえて俺のところに持ってきた。献上品。黒さんが持ってきた布をチェックすると、俺の着ている服よりも上等な手触りを感じる。しかも雲っぽい刺繍が入っている。クロヨンが俺のズボンの裾を軽く噛んだ後、雲を振り返る。ひょっとして雲に服を作ってもらえと。クロヨンは正解と嬉しそうに吠える。なるほど。俺は雲に対して嫌悪感はない。雲は液中だ。毒蜘でないなら別に問題はない。毒、ないよな。ないと思いたい。世の中、ギブアンドテイクである。それは動物だろうが虫だろうが同じだ。一方的な搾取も奉仕もない。持ちつ持たれつだ。雲は俺たちと共に暮らすことになった。寝床は俺の元寝床である大きな木の上。食べ物は何でもいけるが、じゃがいもが好みのようだ。じゃがいも食べるんだ。異世界の雲だからかな。そして布を作ってくれる。しかも布で終わらずに服の形に加工してくれるのだ。すごい。俺を見てしっかり採寸っぽいことをしてるしな。この雲も知能が高いのかもしれない。希望を伝えるとカーテンなども作ってくれたので、明かり取り窓につけたりドアの内側に取り付けた。防寒がはかどる。そして雲のすごいのはそれだけではなかった。なんとこの雲、俺が諦めた毛皮のなめし作業をしてくれた。完全に俺よりも器用で知識がある。しかもなめした毛皮と自分の作った布を組み合わせていい感じの服にしてくれている。センスに関しては俺よりも断然良い。もう手放せない。名前もつけた。ファーストインパクトから座布団。新しい同居人だ。次回は異世界のんびり農家16、座布団17、冬到来、高評価、チャンネル登録お願いします。応援コメント励みになります。ありがとうございます。